の終わりの夜を待ちわびて、ドキドキと待ち中みんな浮かれてる。仮装してかぼちゃのラフカーだったら、あくんで爆笑ちょっぴりホラーなお祭りを、街中が黒とオレンジぶら下げて、口ずさむお決まりのあのラフポエット、トリックとトリートどっち選びましょう、本物のお化けもきっと忘れてる、怖いなら美味しいお菓子くださいな、それよりも痛くなる人に、ジャックオランタンを出ましよう、戦利品袋に詰めて次の家、子供たちがシャーに疲れて眠る頃、探しましょうハロウィン夜の伝説を、なっても犬かぼちゃ畑に忍び込み、待ち伏せてかぼちゃライオンを見るのです。